マカツキューで、ヤギ座カプリコーンのゴールドクロスをまとい、再び立ちはだかったイオニア。崇高なる裏切り者を名乗るイオニアの言葉が若きセイントを縛りつける。甲賀は自らの限界を超えたコスモに目覚められるのか。次回、セイントセイヤオメガ、裏切りのゴールドセイント、イオニア対甲賀。君はコスモを感じたことがあるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。